サステナブルについてはですね、1月17日に税の要請で主張されていたですね、反逆の時にその検察側がですね、拒否、純子さんが補助金をほっとくってこいっていうふうに見えるように編集したっていうことを主張されていたわけですけれども、それに対しての判決の判決では当然その主張は無視されてるわけですけれども、どういう反論が行われていたのかっていうのはちょっとお聞きしたいと思います。判状とはどこか、裁判判決文は判決の方はね、ちょっと、はい、口ごもってなんかよう聞き取れへん部分があるので、判決書を見ないとよくわからん部分があるんですが、はい、サステナブルのことに関して、なんていうんですか、恋の問題と、はい、それで不要領とかの意思の問題と、で私も言ってるけど、それと別に期待可能性の問題って言ったらね、これ法律的に何も判断されてないんですよ、その聞いた範囲での判断がね。で、唯一言ってたのは、今言ったように不法領得の意思というのは自分の懐に入れるという意思なんですが、それを代表者だから不法領得の意思があるということは、法人と個人と一体化する法人格否認の法理というものがあるんですけど、それと同じような論理を言ってるのかどうかだと思うんですが、理由を言ってないんで、全く理由を触れてないんですよ。つまり代表者だからそれは採用できないという、不法領得の意思がなかったとは言えない。で、どういうことなのというようにこっちは思ったんだけども、それだけで終わってるんだよね。それと先ほど言ったようにその抗議の問題においても、これ果たしてそのサステナブルを騙し取るという抗議、これがあったかっていうことが、まあ一つの大きな争点やったんですよ。この行為に関しては、もともと補助金の仕組みとかいうのは全然お二人は知らんわけ。で、木原とかそういう連中が、いわばこういうものがありますよって引っ張ってきて、これでどうですかって、みんなそれでお願いしますということで、お願いしてたいきさつなんです。お願いしてたといういきさつで、なんで正犯なんですかと。つまり、木原の方が、そういう書類を作って、まあ、費用についてもいろんな金額についても全部向こうが書いて、それで向こうから郵送しとるんですよ。で、こっちは何にも関与してないわけ。で、その全く関与してないのをね、よく言ってみれば、暴力団の組長じゃないしね、暴力団の組長の場合やったらね、少なくとも、手下の者にあれをやってくれたら共謀共同正犯で主犯格だって言われるんだけど、この場合は向こうの営業で、向こうはその工事代金とか設計料を欲しいがためにね、こういうたくさん欲しいし、払って欲しいからこういうものがありますよということで進めてきたもんで、でそれにお願いしますと言ったのが暴力団の組長と同じような認定でね、それを首謀者と言うんです。何のことはない。一番分かってるのは木原とかその藤原とか工事関係者が一番よく知ってるんですよ。ちょっとですね、要するにお聞きしたかったのは、検察側がですね、その証拠を改ざんしてですね、反逆を出したということを、まあ実は唯一ですね、今回唯一証拠採用されてですね、論議になるはずだったものが、要するに今回の判決ではきちっと答えてないということですね。全く答えてないですよ。答えてないということですね。はい、全く答えてないですね。一番その焦点、ある意味では焦点になってたわけですよね。そうです。それはむしろ、むしろその、ね、ちょっともう一つですね、
で今改めて今回特別法と一般法の関係をお聞きになってたと思うんです。つまり詐欺罪っていうのが一般法で、それで、特別法って補助金適正化法で、今回そもそもそのサステナブルにしたって大阪府大阪市にしてもですね、補助金の問題で要するに権利を組んでるわけですよね。だから一般法でやるっていうのは従来の法理から言えばですね、法理を耕えてるっていうことは主張されてたと思うんですけども、それについてはどういうふうに答えてますか、判決は。何も答えてないっていうのは、こちらはね、少なくとも、あら、その木原とか共犯だと言ってるわけでしょ、はい、で、その共犯の人間が、なんで立件されたかって言ったら、これ適正化法違反で立件されてるんですよ、はい、ところがこっちは詐欺罪で立件されてる、共犯でありながらね、罪名が違うんですよ。共犯のほとんどの人間が適正化法違反でやったら、こっちも適正化法違反で立件せなあかんと、それをこっちだけを切り取って詐欺罪で立件する。で、詐欺罪と適正化法違反というのは、これはまあ今一般法特別法で言われましたけども、私の認識では一般法特別法違うんです、全然違う、まあ詐欺的犯罪かもしれないけど違うんです。で、なんでならば詐欺罪の場合は財物を交付させるという行為なんです。その被害者に何らかのこの資金提供させる、それを自分でのうてもええので、そのためには不法領得の意思がいるということになってるんですよ。ところが適正化法違反というのは、自分が受けた、それによって補助金を受けたということが犯罪なんです。補助金を受けた主体が犯罪なんです。これは補助金を受けたのは森友学園であって個人じゃないんで、だからこれも個人と法人と全く、まあ、一体化した考え方で、それについての説明は今回の判決一切ありません。はい、一切ありません。もう一つ、司法取引、今の木原藤原の事業者の件なんですけれども、事業者は少なくともその起訴状ではですね、ご指摘されているように共犯者は共謀者として名前を挙げられていたわけですよね。ところが今回逮捕も捜査も逮捕もされていない、つまりしかも検察側のですね、その有力というのはですね、資料の提供者に検察側の証明になっている。で、それは司法取引っていうことを前提に考えなきゃいけないんだけども、司法取引の施行前だったわけですよね。で、それについてもご指摘されてたと思うんですけど、私の方は、はい、一審の弁護人は司法取引だという、はい、違法な司法取引だという主張してました、はいはい、ところがこれはまあはっきり言って司法取引があったかどうかの立証なんで、まあ、他のも違いでしょ。だから私の言ってるのは客観的な意味で差別的起訴だったということを主張したんです、うん、というのは適正化法違反で全員不起訴、うん、でこっちは適正化法違反で立件、法人が立件されたんでなくって個人が詐欺罪として立件された、この差別性を問題にしてたんですよ。だからこれを控訴棄却理由というように主張してきたんですよ。その差別的起訴についてはどういうふうな、何も言ってませんで、何も言ってないの。差別的起訴に関しての判断は何もしてないの。じゃあ、一般法でも、対応はできるんやいうことだけを言ってましたね、裁判官。一般法でもできんねんと。でもそういうふうな中途半端な言い方しか言ってませんね、西田裁判長は。今日の判決で言ってるのはね、控訴審理書でね、一審と同じようにいわゆるその適正化法といわゆる詐欺罪とかね、一般と特別の関係があるという論法でずっと言うてはることについての判断でね、ところが私は弁論用紙で何を書いたかというと、一般法と特別法の関係ではないと。さっき言ったように犯罪の構成要件が違うんです。例えば同じように詐欺罪でね、これを補助金の場合を適正化法違反とするっていう、まあ、構成要件は全く同じで、
その種類として補助金の場合は特別法やと言うんやったら、それは一般法と特別法でしょ。そこ全然違うんです、構成要件。詐欺罪の構成要件と適正化法違反の19条の構成要件全然違うんです。構成要件は 何度も言いますけど、適正化法の場合は自分が受けなあかん、受けて、まあ要するに補助金を不正に取得したということを言わなあかん。受けたのは森友学園であって個人ではないということが全く欠落してるんですよ、あの判決には。もちろん一審判決のそういうことは欠落していますよ。で今回の判決もそれに輪をかけて欠落してる。いやでもね、今回はね、やっぱりね、あの金井はあの一審ではね執行猶予がついてたんですよね。あの一つ、あの大阪補助金は無罪で、2つの方が執行猶予。で今回あの西田裁判長は2つの有罪でね、補助金のその、まあ起訴でいうと29年の9月11日付の起訴の分については無罪という判決なんですよ。つまりあの不死の補助金については無罪、まあ、前でしょ、第1審は。そうそうそう、第1審は ね, 審はね。だから第2審は何や、両方有罪、うん、何ですか、刑にあのじあの服する期間が短くなったとはいえね、やっぱり有罪なんですよ、これって。すごいあの判断を西田裁判長は、ええ意味じゃない、悪い意味ですごい判断をしたんだというふうな認識をします。だから、あれだけ長いあの理由書みたいなのを話してたのは、やっぱりそこに自分の、なんていうんですかね、引け目があることを、その、判決文で書いていってたということですよね、実際に。ちょっとものすごく素朴な質問なんですけども、一審の時にあの純子さんは 3年 の, あの懲役と、それで5年の執行猶予だったので、はい、ほんで今回は 2.6、2年6ヶ月の懲役だったんで、そういう意味で懲役刑としては減刑されているのに、なぜ執行猶予が取れたのか、そこら辺について説明ありましたか。何もありません。あのこれはちょっとおかしいなと思ったのがね、はい、一審判決ではもうちょっと正確で言うと、はい、あの前野さんの場合は少なくとも3年の懲役3年で執行猶予5年、はい、で3年のうち200日を未決参入されてる、はいね、ところが今回は執行猶予が取り消されて、それで3年が2年6月になって、で通算期間も200日は同じように通算するんですよ。200日参入するんですよ。でところがね、その29年の9月11日の不死の関係のそのいわゆる補助金、これをね無罪でやったことを有罪にするんやったらね、刑期が上がらないおかしいんですよね、普通はね。刑期が上がらなあかんねんで、まあ実刑やからちょっと負けたったというのは感覚なのかもしれないけど、そういう理由を何にも述べてませんよね、今回一切述べてませんよ、なんでそうなったのか。もう一つ、あのよく一般論としてよく聞くんですけども、あの初犯でですね、その3年以下だと執行猶予がつくっていうふうに聞いてたんで、 2.6 年っていうふうにあの聞いたんでですね、これ執行猶予つくんだろうと思ってたら、その実刑だっていうんで、そこは多分全然説明されなかった。いや全然ないと言ってるんですね。で逆になんで刑期が短縮されるのかというのも分かりません。短縮されるから執行猶予を取り消したという理由も言ってない。だからその量刑の理由が何にも述べられてない。ただ初めに結論ありきで、その、まあ、有罪にして実刑、2人を実刑にしていうことしか、まあ、いわば念頭にない。で共同正犯中にやったらね、あのもし3年を2年半に減刑して実刑するんやったら、安弘さんも5年をね 3年にするか4年半にするとかいうようにして、両方とも同じ共同正犯中にやったら詐欺なおかしいですよ。で片っぽは下げんと、で片っぽだけ下げて、で執行猶予取り消して、
というなんかおかしい、何の理由もないような量刑。じゃあ示す大きく言えば、一審判決のその弁護さん、まみさんのですね、無罪っていう、大阪府大阪市については無罪だっていうのを有罪にした、うん、それだけです。それとその実刑にして 2.6 に実刑にして、それだけがあんまりだから 2.6 にちょっと減らしたと、うん、そんな感じに思いますよね。執行猶予を取り消したことで、まあ、ちょっとぐらい負けたろうかという。ちょっとやっぱりね、もうなんていうのかな、ああいうふうな拘置所とかいうところに入ったことがない裁判官は、もうゲーム感覚でやってるんですよね、これはね、うん、ちょっとこれだけ足したから執行猶予にするとか、これだけ減らしたからもう実刑にするとかいう感じですよ。こういう風な裁判官がね、ここのね、大阪高裁にいると思うとね、いやー大変なことや思いますよ。実際地方裁判所の裁判官がいくらしっかりと裁判なんですかね、判決文書いても、高裁の方でひっくり返すためにとんでもない理屈をつけてやってくるということなんですよ。本当に考えられないことや思いますよ。これは判決文の中には一応書いてるはずです。俺全部読んだんですよ。全部全部書いても読み上げたと思いますよ。省略するとは何も言ってないですよ。だから今は判決を請求してますから、もらえたらすぐに、なんか一部なんか誤記がね、訂正してたところがあったんで、これ直した上で出してくるんでしょうけどね。要はその真理さんの有罪を一生懸命に言うというのは、一審でまあ指定したら、松山証言を一生懸命信用性がある、信用性がある、まあ、いわばそれだけですやん、あの判決、あそこの認定。全然言ってないね。めちゃめちゃやね、はい、うん、松山さんの顔も覚えてないです。でそれをもう一生懸命なんじゃね、信用性、もうはっきり信用性ないですよ。信用性ないのはもう、それこそよくこれ経験則っていう言葉をね、あの判決言うんだけど、経験則からしたらどう考えたって信用性ないんですよ。その経験則関係なしに信用性があるという意味で、無理無理に要はもう有罪に持っていった。こういうふうな裁判が行われてるんですよ、皆さん、いろんなところで。怖いことですよ。しかもなんとなく政治に関わったり、こういうような大きな事件になると、世論操作のためにしてしまう。だからこれ、今これちょこっと触れてましたでしょ、安倍晋三明けの関与の問題とかをね、ちらっと触れてますけど、これものすごく大きな問題なんですよ、ね、これもともとね、これおかしな話で、安倍晋三が昭恵さん通じて100万を寄付したことはね、別に何も悪い話じゃないですよ。もう金物たちが賄賂性が出てくるけど、応援してあげようと思ってお金渡すことに 何がね、不都合があるんです。堂々と認めればいいじゃないですか。それをしつこい人とかね、嘘800やとかね、なんかペテンションなんとか言って、なんでそんなことまで詐欺とか言って、なんで言われないかんですか。これ言ってみれば協力してもらって善意でやってもらってんだから、そうや、善意でお金をね寄付したんやと、いや済む話じゃないですか。これそれをなんで否認するんですよ。それ自体がペテンじゃないですか。自分が一生懸命応援して、もう写真まで山盛りあるのに、応援してることは山盛りあって、それで少なくとも売却に関してそれなりに影なり日向になって応援して関与していること、実際そうじゃないですか。で予算委員会の発言で、自分と自分の妻がこれに関与してたら、内閣総理大臣を辞任して議員も辞職するって言ったことで大騒ぎになったんじゃないですか。これはうちの方、こちらの方でしょ、何の関係もない勝手に向こうが言わはった話ですよ。そうしてくださいってこっちが頼んだわけじゃなくて、関与してることは明らかなのに、関与してないのに辞任もしないじゃないですか。未だに辞任してないじゃないですか、ね、これ
それを改ざんする言うたって、それがあったために、まあ、財務省が一生懸命改ざんしてね、政治家の名前とか言ったら消そうと思ったんでしょう。で、改ざんを指示した、なんや、佐川。あれは何もおかしなことにならず、国税局長官になって、退職金5000万もろて、同じじゃないですか。で、なおかつ、赤木さんだってね、亡くなったことは気の毒だけど、こういうふうなことに関して示す何の字も書かんと隠蔽工作に協力しはったことは間違いないんだ。いわば加害者側の被害者じゃないです、単なる。加害者は全部財務局、財務省じゃないです。その加害者の中の、まあいわば被害者だけを優遇して、この加害者に対して、加害者から本当に完全な被害者であるところのこちらが、なんで救われないんですか。なんで赤木さんのことに対してね、国が認諾するんですか。認諾するんやったら、こちらのことに、ことも認めてくれたらいいんじゃないですか。このね、改ざんしたことによって、迷惑を被ったの、こっちも迷惑を被ってんだから。あとちょっと、もう質問、お二人は実刑ってことなんですけども。